キム・ミンジェ、伊藤に押し出される。ドイツの大衆紙、ビルドが、首脳陣も人員整理の必要性を感じていると報じる通りだ。韓国メディア、MK スポーツ派、バイエルンが伊藤を迎え入れたことでキム・ミンジェのレギュラー争いに赤信号が点灯した。立場派最悪の状況になる可能性がある。キム・ミンジェ派依然として4番手に押し出される状況だ。さらに彼が放出対象になるという予測まで出て衝撃だと報じた。本当に自尊心って言葉好きだな。まだ何も決まってないのにホルホルしない方がいいぞ。そうやってアジアカップで大恥かいたのもう忘れたか。決まった時に自尊心が傷つかないように、今から備えておいた方がいいぞ。そんだけホルホルしといてスタメンミンジェ、伊藤スタンドだったら、君の自尊心崩壊するんじゃないの、わら。あのバイエルンをリーグ3位に低迷させたキム。あのシュブヒトガルトをリーグ2位と躍進させたいという。